回なんでアパシにここに来たんですか。川上さんがなんかイベントやろうって言ってくれて、最初からそのアメ車とか集めてとかっていうイベントじゃなくて、まずはここでやってみないって言ってくれたから、しかも前からずっとやってみたいっていう思いはずっとあったから、前の苫小牧一緒にイベント一緒になった時になんか声かけてくれて、来たみたいなやったみたいな。すいません。どうもありがとうございます。質問の方に分かるように書いてありますので、はい、熱いんで気をつけてください。かなり熱いんで気をつけてください。はい、いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。何？うまい。何食べてるんですか？マジっすか？ハーブだよ。山奥の味します。さすが。めっちゃうまい。優しいハーブ。川上さんおすすめは？俺おすすめはね、ずっとソースだったけど塩かもしれない、もしかしたら。今ハーブ塩来て、ハーブ塩も来たけど、なんだかんだ言って塩かもしれない。素材感が出てる。一番うまいと。一番うまい。でもね、俺はカツタコに惚れたのは、この生地がだいぶ前から知ってんだけど、これが生地がめっちゃうまくなった。でも3年と1年だから徐々に進化してる。徐々に進化してる。あれ、もしかして朝井さん前なし行ったんですか？何行くの？うまい。うまい。一味前よ。けど、はあ、血圧高めだね。なんでマヨネーズも恋しくなる。だからマヨネーズ好きだからだから。食べてみなきゃ分かんないですよ。でもね、この逆にソースオンリーはソースの濃さっていうか味がちゃんと分かる。あれ、もしかしてデリバリーアントニーですか？ウーバーアントニーです。運んできました。全種類、全種類行きました。やっぱりこうみんなでシェアする、お客さんもメンバーも最高に美味しいたこ焼きでした。本当にね、西くんおすすめハーブ。ハーブ、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 塩コショウみたいなのがうまい。ああ、なるほど。おすすめハーブ。いただきます。いはい、僕も塩食ったんですけど、めっちゃうまかったです。うまい。これなんで2本あるか知ってる？これいや、わかんない。崩れないようにさ、こうする。さすが。いただきます。熱い。トロトロ。以上です。あれ、何食べてたんですか？ソースチーズ。やばかった。やばペロッといった。どっちうまかった？いやー、なんだろうな、でもな、塩のあの田舎に帰った感あの優しさたまらんくても、でもやっぱその後に来るソース感、ソースがね、バチクソね、なんて言うんだろう、塩分が効く。やばい、塩分が効く。やばいっすね。まだ4種類でしょ、5種類でしょ。口入った瞬間にみんな醤油いってるんですか？醤油いってる。あれと思うけど、5秒ぐらいだったら醤油なかなかいかないですよ。こんなに
美味しく焼いてくれんなら焼かれたい、焼かれたい、アントニーが焼かれたい、たこ焼きみたいな形してるたこ焼きみたいな形してるからちょっと後焼かれてきます高温でカリッと。Once again. たこ焼き。Polaroids all scattered across the dusty floor in the backseat of my Chevy 58, along with bits of candy wrapper. Looking.はい、お疲れ様です。カツタコさんは2日間でどのぐらい？そうですね。いきなり数字ですね。数字ですね。いやでも普段こうやって市内でたこ焼き売ったことのない数でした、ね。お祭りぐらいのお祭りで売る数でした、ね。お祭り状態ではありました。お祭り状態ではありました。高見さんまた盆踊り流したりして。ああもちろんはい、もう盆踊りはね、今年も盆踊り各地でなくて、ね、夏が終わる、ね、節目が感じられないよと、うん、盆踊り流すよいやたこ焼き焼きながら盆踊り最高ですね、うん、ねえ、はい、そう、うん、勝くんが喜んでくれるのももちろん良かったけど、この地域の人方がこうみんな喜んでこう足を運んできてくれる姿、それがもう俺にとってはすごいもういい時間だなと思って、うん、そういうふうにもう感じたんで、ぜひ、うん、地域を盛り上げるためだったらお願いしたいなっていうのはあります。何回も来た人いたんですよね、うん、何回も来た人いましたね言いました。2日間で多分4回、最高で4回買いに来た人です2日なのに、はい、リピーターさん決まりましたみたいな。あ、そうそう2日連チャンで来てる人、多分10人以上は多分、うん、はい、うん、来てくれたと思います。いやいやいや、ねえ、ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。また来てくださいますね。もちろんですもうこれ1回切れで終わったらね、うん、終わりみたいな感じですよね。もう周りから逆にいつ来るのみたいな言われる僕今終わって寂しくなったんですよあれっつってなんでなんか寂しいみたいなのはあります。明日ちょっと心に穴が開いたような脱力感に、ね、これ下手したあるっすね違うとこ行ってそうそう違うとこで静かだっすけど、盆踊りないけどみたいな。うん、いやそうですね、やっぱり地域を盛り上げてくれるって考えれる、キッチンカーの方々だったらアパッシュはいつも受け入れますよ、ね、はい、そういう考えです。売上投稿っていう、のはもう本人たちで、私たちは盛り上がることが楽しみで待ってますよ。はい、概要欄ここですからね。はい、ちょっと問い合わせてみてください。いやもうこれはね、たこさんのご協力のもとでこの結果が生まれたんで、ね、このスタートがやっぱりいいスタート切れたっていうことが、うん、自分にとっては嬉しいなと思って。確かに王道メンバーとして、はい、よろしくお願いします。もうね、あそこでやるなら一回俺に聞けよ。いやいやいや、俺に一回、俺に一回口聞いてからやめてくださいよ皆さんでありがとうございました。いや、本当にありがとうございました。最後じゃあ締めてますか。最後お願いします。はい、アパッシュチャンネル、チャンネル登録よろしくね。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。